フロリダ州はアメリカ合衆国南東部の州である。メキシコ湾と大西洋に挟まれるフロリダ半島の全域を占め、北はジョージア州とアラバマ州に接しており、サンベルトと呼ばれる比較的気候が温暖な州の一つである。フロリダ州の面積は17306平方キロメートルで50州の中で22位であるが、海岸線の長さは約1900キロメートルあり、 大陸48州の中では最長である。フロリダ州は北部と中部が亜熱帯、南部は熱帯に属して外して暖かいのでサンシャインステートというあだ名がある。2009年の推計人口は1853万7969人となっており、全米50州の中で第4位である。州とは、タラハシ人口最大の都市はジャクソンビル。 その他主な都市としては、マイアミ、タンパ、オーランドなどがあり、マイアミ都市圏は人口500万人以上を抱える、州内最大の都市圏になっている。ケネディ宇宙、センター、スペースポートフロリダ、ウォルトディズニーワールドリゾート、ユニバーサル、オーランドリゾート、シーワールドオブ、フロリダなどがあることで有名で、アメリカでも有数の観光地として知られている。 フロリダ州の地勢図フロリダ州はメキシコ湾、大西洋、並びにフロリダ海峡に囲まれた大きな半島に位置し、バハマ国及びキューバ共和国などの西インド諸島の国々と海上の国境がある。メキシコ湾北岸に沿ってフロリダパンハンドルと呼ばれる地域が北西に伸びており、半島部の時間帯は東部標準時にあるのに対し、このパンハンドル部は 中部標準時に入っていて、二つの時間帯にまたがっている。パンハンドル部の北はジョージア州、その西はアラバマ州と接している。第二次世界大戦の時に、フロリダの長大な海岸線は視認しやすい標的になると考えられ、連邦政府は州の至るところに滑走路を建設した。今日でも州内で約400の空港が運営されている。 全米薬物情報センターによれば、州内に131の公営空港と700以上の民間空港、滑走路、ヘリポート及び水上機基地がある。フロリダ州は、ミシシッピ川より東では、最大級の州であり、また、水域面積においても、全米で、アラスカ州とミシガン州に次いで、第3位である。フロリダ州南部の、エバーグレーズ国立公園フロリダ州の軍、 フロリダ・キーズにあるバヒア・ホンダの海浜アラバマ州との宗教に近い海抜105メートルのブリトンヒルがフロリダ州の最高地点であり、これはアメリカ合衆国50州の最高地点の中では最も低い。オーランドから南の地域は外して低く平坦である。ただしフロリダ州は意外に平坦ではなく半島中部西海岸のクリアウォーター等いくつかの場所では 海抜15メートルから30メートルの起伏がある。また、外して海岸線から40キロメートル以上離れたフロリダ州の中部と北部内陸の大部分は海抜30メートルから76メートルの起伏が続く丘陵地帯を成している。レーク群にある海抜95メートルのシュガーローフ山がフロリダ半島での最高地点である。 国立公園局によって管理されている地域は以下の通りである。アメリカ合衆国農務省森林サービスの管轄下にある地域は以下の通りである。フロリダ州の宗教は大西洋に始まり、セントメアリーズ川に沿って西南、さらに北に蛇行する。セントメアリーズ川の水源からはほぼ間にし、やや北向きに直線が引かれ。 ジョージア州からのフリント川とアラバマ州、ジョージア州宗教をなすチャタフーチー川の合流点に至る。ジョージア州との宗教はそこからチャタフーチー川に沿って北に上がり、北緯31度線でアラバマ州との西に向かう宗教になり、ペルディド川に至ってこの川を南に下り、ペルディド湾からメキシコ湾に至る。フロリダキーズで満開の方を動くの木、 フロリダ州南部が熱帯にあることを示すもの。フロリダ州の気候は、州内のどの部分も太陽から遠く離れてはいないという事実でいくらか和らげられるものである。沖きいチョビー湖から北では温暖湿潤気候であり、湖から南の海岸ではフロリダキーズを含み、まさに熱帯気候である。州内で最高気温が下肢100度を超えるのは稀だが、夏季は 下肢90度台となるのが普通である。晩秋から冬にかけてのフロリダ州は時として寒くなり、強風が吹き、全州にわたって比較的低温になる。州北部や中部での最高気温は下肢40度台下肢50度台、最低気温は下肢20度台下肢30度台になることがあるが、南部では氷点下になることが稀である。フロリダ州。 中部や北部では11月末から冬にかけて紅葉が普通に見られる。フロリダ州では降雪はほとんど見られないが、主要都市では少なくとも年1回程度の降雪がある。北部では少し頻度が高い。フロリダ州における過去最高気温は1931年6月29日、モンティーチェロでの歌詞109度である。 過去最低気温は1899年2月13日、タラハシーから 40km のところで記録した歌詞2度である。7月下旬の平均最高気温は歌詞90度台であり、1月下旬の平均最低気温は北部での歌詞40度台から南部での歌詞50度台、半ばまである。フロリダ州の四季は気温よりも高水量で決定されている。 春からは夏は暑く、雨が多い。秋から冬は温暖から冷涼で、比較的雨が少ない。フロリダ州、中部や北部では11月末から冬にかけて紅葉が、普通に見られる。フロリダキーズは、完全に海に取り囲まれているので、温度の変化が少ない。キーウェストでは、夏で昔90度を超えることは稀であり、冬は、かし60度を下回ることも稀である。 霜が降りたという記録もない。フロリダ州のあだ名はサンシャインステートだが悪天候が起こることも多い。中部はアメリカの雷首都とも呼ばれ、国内のどこよりも雷発生回数が多い。晩春から早秋まで州内のほとんどの地域で午後の雷雨がよく発生するために全米のどの州よりも年間降水量が多い。晴れた日が雷雨で中断され、 一時間かそこら後には日光が輝いているということもある。正午過ぎの温められた時間帯にメキシコ湾と大西洋からの気流が陸上で衝突して起こると考えられる。この雷雨は週雨、強風をもたらし、時には竜巻を伴う。水上で起こる竜巻を含め単位面積あたりの竜巻発生回数ではフロリダが全米でトップであるが、 中西部やグレートプレーンズで起こる竜巻に比べると、それほどの強さはないのが普通である。激しい雷雨の時には、氷が降ることも多い。フロリダ最高裁判所フロリダ州の特に半島部では、降雪は稀である。1899年に、フロリダ州でも吹雪が吹いたことがあった。タンパベイ地域では、五大湖地方の湖水降下雪に似た、湾降下雪があった。 この1889年の時はフロリダ州で唯一かしレードを下回った時である。1977年1月19日にはフロリダ州の最も広範な範囲での降雪があり、半島南端のホームステッドでも降雪があった。マイアミビーチでも歴史上記録に残るただ1回の降雪があった。2003年の太陽光下雪では大西洋岸ににわか雪が降り、 はるか南のケープカナベラルでも降雪が観測された。1993年の大暴風の時はパンハンドル部で吹雪となり、半島部は豪雨と竜巻に襲われた。この嵐はハリケーンと同じような生因によるものと考えられ、メキシコ湾岸では6フィート以上の高潮が起きた。ごく最近の事例では、2010年1月の凍結時に、州中部と南部に、 雪とみぞれが降った。週間高速道路4号線の北では、いくらかの積雪も見られたが、大半はみぞれだった。ハリケーン・アンドリュー、1992年8月23日にフロリダ州に上陸した。ハリケーンシーズンは6月1日から11月30日までとされているが、このシーズン外に発生するハリケーンもある。ハリケーンは、フロリダ州にとって、 大きな脅威である。フロリダ州は熱帯から熱帯に長い海岸線を持っているために、全米でも最もハリケーンの影響を受けやすい州となっている。1851年から2006年まで、フロリダを襲ったハリケーンは114個あり、そのうち37個はカテゴリー3以上の大型だった。ハリケーンシーズンでフロリダ州に被害を与えずに通り過ぎるハリケーンは、 稀である。カテゴリー4以上のハリケーンの場合、その83%はフロリダ州かテキサス州を襲っている。8月から10月が最も危険性の高い時期である。2004年にフロリダ州は4つの記録的なハリケーンに襲われた。8月13日のハリケーンチャーリー、9月4日から5日のハリケーンフランシス、9月16日のハリケーンアイバン。 および9月25日から26日のハリケーンジャンヌであり、集計材の累積損失額は420億ドルに上った。さらに4つのハリケーンによる被災額は450億ドルだった。2005年7月10日のハリケーンデニスは11ヶ月の間で5番目のものとなり、8月25日のハリケーンカトリーナはフロリダ州南部を通過し、 9月20日のハリケーンリータは、フロリダキーズを襲った。10月24日のハリケーンウィルマは、マルコアイランドすぐ南、ケープロマの近くで地滑りを起こした。ハリケーンウィルマは、被害届で窓口を5年間設けたこともあって、フロリダ州の歴史でも2番目に、損害額の大きなハリケーンになった。1992年8月24日に、 フロリダ州を襲ったハリケーン・アンドリューは250億ドル以上の損害額を出し、アメリカ州の中でも2番目に損害額が大きなものとなった。その他過去の大きなハリケーンとしては、1926年、マイアミハリケーン、1928年をキーチョビ、ハリケーン、1935年レーバーでハリケーン、1960年、 ハリケーンドンラ及び1995年のハリケーンオパールが挙げられる。最近の研究ではこれらハリケーンが自然循環の一部であり、地球温暖化の結果ではないということである。フロリダエバーグレーズのアリゲーターフロリダキーズのキーシカフロリダでしか見られないフロリダカケスフロリダ州には多くの種類の野生動物が生息している。ワイルドターキーのアシュ七面鳥、すなわち オセオラの亜種はフロリダ州でのみ見られるものである。北アメリカ大陸東部の多くの種類の渡り鳥はフロリダ州を越冬地にしている。大西洋セミクジラの唯一知られている分べ地域はフロリダ州とジョージア州海岸沖である。ヒアリは1930年代に南アメリカから北アメリカに偶然輸入されて以来個体数が増加して フロリダ州を含む南部の大半に広がった。このアリは、既存種よりも攻撃的であり、強い針を持っている。多くの外来種ヘビが自然に放たれてきた。2010年、フロリダ州は、ビルマニシキヘビ、インドニシキヘビ、アフリカニシキヘビ、オアナコンダ及びナイルオトカゲの狩猟時期を設けた。フロリダ州は、空調やプールのポンプに大きく依存しているにも、 かかわらず、一人当たりエネルギー消費量では、全米50州のうち45位である。フロリダ州のエネルギーは、石炭、天然ガス、石油及び電力に頼っている。エネルギー消費量の約4%が再資源化可能資源によって、発生されていると推計されている。エネルギー生産量は、全米の6%に相当しているが、 窒素酸化物は5.6%、炭酸ガスは5.1%及び硫黄酸化物は3.5%と、大気汚染物質の発生量は比較的低い。メキシコ湾岸のフロリダ半島西海岸沖にかなりの量のエネルギー資源が眠っていると考えられているが、1981年以降は開発が止められている。州知事のチャーリー・クリストとフロリダ州。 選出アメリカ合衆国上院議員ビル・ネルソン及びメル・マルティネスはすべて海洋の掘削と開発に反対している。前知事のジェブ・ブッシュはあらゆる掘削に当初は反対したが2005年にアメリカ合衆国会員で海岸から 200km 以上離れた場所での掘削を無制限に認める法案が提出された時にこれを支持することで立場を変えた。クリスト ネルソン及びマルティネスの3人はこの法案に反対したが、ネルソンとマルティネスは上院でパンハンドル部海岸から125マイル以内と半島部海岸から235マイル以内での掘削を禁じる大案は指示した。2007年7月、クリスト知事は2050年まで2990年レベルの温室効果ガス排出量の80%を削減することを目指し、 州内で新たに厳格な大気汚染防止標準を課する執行命令に署名する考えであることを明らかにした。クリストの命令は電力会社、自動車とトラックに新しい排出目標を設定させ、州の期間に厳しい環境保存目標を課し、州が所有する車両には代替燃料を使用させることを求めるものだった。フロリダ州の南西部海岸や その他の地域では赤潮が問題になってきた。有害な藻類が開花したという推測がかなり強いが、それが汚染によって生じたという証拠はなく、赤潮の発生期間や頻度が増加したという証拠もない。動物ではフロリダパンサーが絶滅の危機にある。2009年では狩猟者と自動車事故によって23頭が殺されたことが記録されており、自然の中にある 個体数はおよそ100頭を残すだけになっている。このために生物主体養成センターなどの機関がパンサーのための特別保護地域の設定を求めている。マナティの場合も出生率よりも死亡率が高いと言われている。フロリダ半島はフロリダプラットフォームと呼ばれる基板岩の上に石灰岩が乗った地層の構造をしておりカルスト地形が見られる。プラットフォームの露出部は ガルフトラフが沈泥、粘土及び砂で埋められた死神魚から全神魚にかけて作られた。植物礁や動物礁は中心魚に現れ始めた。中心魚以前には陸上の動物はいなかった。フロリダでは国内最大の炭酸カリウム埋蔵量が確認されている。水面下のホラー穴、陥没穴及び泉が州内全体で見つかっており、 宗民が使う浄水の大半をこれらから得ている。地球の海面が上昇と沈降を繰り返した数百万年の間に古代海浜に堆積した砂湿土壌が石灰岩層の上にある。最終表記に海面が低く乾燥した気候のために大半がサバンナになっている半島部は今よりも広かった。広大でゆるりと川が流れるエバーグレーズが 半島の南端部に広がっている。フロリダ州はアメリカ合衆国の州の中でノースダコタ州と並び最も地震の少ない州である。フロリダ州は構造プレートの境界近くには位置しないので地震は稀である。1879年1月に戦闘オーガスティン近くで地震動があった。壁の漆喰を落とし棚の物品を落としたという報告があった。 50マイル南のデートナビーチでも同じような報告があった。この時の震動は南のタンパや北のジョージア州サバンナでも感じられた。1880年1月、キューバで激しい地震が2度起こり、キーウェストでも激しく揺れた。フロリダ州以外での大きな地震は1886年チャールストン地震だった。震動はフロリダ州南部でも感じられ、 戦闘ガスティンの境界の鐘を鳴らし、フロリダ州東海岸の街でも激しく揺れた。ジャクソンビルの住人はこの年の9月、10月、11月になっても強い余震を感じた。2006年、メキシコ湾のンパの南西260マイルを震源とするマグニチュード6.0の地震が起こり、フロリダ州南西部と中部で振動を感じた。 この地震は津波を起こすほどのものではなく、被害は報じられていない。フロリダ州は、アメリカ合衆国50州の中で4番目に、人口の多い州である。その人口重心は、ポーク軍のレイク・ウェールズである。2009年時点の人口は1853万7969人で、ある。2007年と比較して12万8814人、0.7%。 増加した。最新の人口推計によれば、全米で30番目に成長速度の高い州となっている。その成長率がピークにあった2005年では、年間成長率で2.2%、全米で5位だった。国政調査局が発表した2014年の人口統計によると、フロリダ州の人口がニューヨーク州を抜き、3番目となった。人口の 約3分の2は別の州で生まれており、この率は全米で2番目に高い。2009年時点で州内にいる不法移民の数は全米で3番目に多い。2010年時点での不法移民の数は全人口の5.7%と推計されており、この時点では全米で第6位とされている。2008年時点で 州内には186,102人の退役兵が住んでいる。人口の10人に1人、約140万人が元受刑者である。フロリダ州の人口の16%以上は2000年国勢調査でヒスパニックだった。2000年国勢調査で祖先と報告されたグループは、ドイツ系、アイルランド系、イギリス系、アメリカ人及びイタリア系だった。 フロリダ州の人口密度図南北戦争以前は奴隷制が合法であり、それに続くレコンストラクション時代は黒人が州人口の半分近くを占めていた。その後の一世紀で黒人が大挙北部に移住し、一方北部の白人が大挙南部に移住した。近年、州内の黒人比率は再度増加傾向にある。今日黒人住人の比率が高い地域は、 中北部、タンパベイ地域、オーランド地域のオーランドとサンフォードである。また、州南部ではヒスパニック系の黒人が大きく増加してきた。これは、キューバ、ハイチ及びジャマイカからの移民が増えたためである。フロリダ州のヒスパニック系人口には、マイアミとタンパのキューバ系アメリカ人、オーランドとタンパのプエルトリコ系アメリカ人及び、 州西部と中部の内陸部での中央、アメリカ系移民が含まれている。ヒスパニック系の社会は成長を続けており、流動性も増している。2000年から2004年の間で、州南部の郊外地域であるリー軍では、全米の軍の中でも最も高いヒスパニック系人口成長率を示した。ヨーロッパ諸国を出自とする白人アメリカ人は、 州内のあらゆる地域に住んでいる。イギリス人とアイルランド人の子孫は州内の都心部郊外部すべてに多く住んでいる。ドイツ系住民は州南西部に多く、ギリシャ系住民はターポンスプリングス地域、イタリア系住民、スペイン系住民及びロシア系住民はマイアミに多い。多世代にわたる白人住民は州南部の内陸部と北部に多い。 フロリダ州生まれの白人は特に長い間フロリダを故郷とする者の,の子孫であり、自分たちをフロリダクラッカーと呼んでいる。他の南部州と同様に、主にスコットランド系アイルランド人やイギリス人、開拓者からの子孫である。セント・オーガスティング周辺では、1768年に、イギリスのアンドリュー・ターンブル医師のニュース・ムーナ、植民地からそこに逃げてきたメノルカ島住民の子孫も、いる。 2000年時点で5歳以上のフロリダ州民の76.91%は家庭内で大一言語として英語を話し16.46%はスペイン語1.38%はフランス系クレオール語を話しているフランス語を話すのは0.83%ドイツ語0.59%イタリア語0.44%となっているまた ポルトガル50.36%、タガログ50.25%、アラビア語50.21%、ベトナム語50.20%と報告されている。5歳以上のフロリダ州民の23.80%は、家庭内で英語以外の言語を話していることになる。蒸気データを2005年時点に直すと、英語74.54%、スペイン語18.65%、 フランス系、クレオール語1.73%、フランス語0.63%、ドイツ語0.45%、ポルトガル語0.44%、イタリア語0.32%、タガログ語0.30%、ベトナム語0.25%、アラビア語0.23%となり、英語以外が25.45%と増加している。フロリダ州はその気候ゆえに、 移民の人気が高い。フロリダ州の公共教育は、英語以外の200以上の言語を、大人子供として話す生徒を受け入れている。ラテンアメリカ系市民連合は、フロリダ州教育部に対して、複雑訴訟形態に焦燥し、教育者は、英語以外の話者に英語を教える訓練を受けることが、要求されるようになった。フロリダ州憲法第2条第9章では、英語が、 フロリダ州の公用語であると規定している。この条項は、州民の直接請求権による住民投票により1988年に採択された。フロリダ州の住民は多くがプロテスタントであった。しかし、移民が増えるに従って、ローマカトリックコミュニティが増加してきている。フロリダ州は、アメリカ合衆国東南部の州である。メキシコ湾と大西洋に挟まれる。 フロリダ半島の全域を占め、北はジョージア州とアラバマ州に接しており、サンベルトと呼ばれる比較的気候が温暖な州の一つである。フロリダ州の面積は17306平方キロメートルで、50州の中で22位であるが、海岸線の長さは約1900キロメートルあり、大陸48州の中では最長である。フロリダ州は北部と中部が亜熱帯。 南部は熱帯に属して、外して暖かいので、サンシャインステートというあだ名がある。そこには、イコールインディアン部族イコールインディアン部族が、全域に潜住した。彼らは、チッキーと呼ばれるかやぶき小屋を伝統住居とする。また、伝統儀式を行う際には、必ず、ヤウポンという好みを煎じた、黒い飲料を飲む。19世紀に起きた、 セミノオール戦争を率いたオセオーラの名は、この黒い飲料を飲む儀式の温度を取るものという意味である。19世紀にオクラホマへ強制移住させられた部族は、好みの株を移植したり、代替物を使うなどしていて、現在でもこの黒い飲料は彼らの儀式に欠かせないものである、イコール温暖な気候と豊富な漁業資源に支えられ、沿岸部ではカルーサ族など漁業民が、 多数の集落を形成したが、彼らは白人に滅ぼされ、現在は特産のカキの巨大な貝塚が多数、島となって沿岸に残ってその面影を伝えている。南部のほとんどの部族は白人との戦争で根絶やしにされるか、あるいは中米へ逃げた。またインディアンが追い払われた後には、エバーグレーズ国立公園などが整備された。滅ぼされたのは、 強硬な人種差別隔離論者であるアンドリュー・ジャクソン大統領がインディアンの民族浄化を目的にインディアン移住法を制定し、同州のインディアン部族に移住するか絶滅するかの二者択一を迫った。1832年から1833年にかけてのセビノール族のオクラホマへの強制移住、涙の道。部族の大半と連合諸部族が陸軍によって 船による回路と徒歩による陸路での大陸横断を強制され合わせて数千人に上る途上死者を生んだ。フロリダ州は全米で初めてインディアン部族による高額賭け率のインディアンカジノが発症した記念すべき州である。貧困にあえぐセミノール族は1979年に連邦政府との条約事項をもとに起死改正をかけて彼らの保留地で ビンゴ城を開設州政府との裁判の末、この営業権を勝ち取り、大成功を収めている。現在、全米のインディアン部族が、セミノール族の成功を見て、彼らの保留地にカジノを続々と解説。産業を持てないインディアン部族にとって、現代のバッファローと呼ばれる一大観光産業となる、ビジネスモデルとなった。マイアミオーランドフォートローダーデールウェストパームビーチ。 セントピーターズバーグジャクソンビルタンパフロリダ州における都市圏の分布図フロリダ州内かつアメリカ合衆国南東部で最大の都市圏は人口約550万人を抱える南フロリダ都市圏である人口270万人を超えるタンパベイ地域が第2位同じく200万人以上であるオーランド都市圏が第3位になっている州内には アメリカ合衆国行政管理予算局の定義する都市圏が20ある。州内67軍のうち39軍が都市圏に含まれている。人口の分布を反映して都市圏も半島の海岸部に集まっている。東海岸ではジャクソンビル都市圏からマイアミフォートローダーデール、ポンパノビーチ都市圏まで大上に連なり、モンロー軍を除いてすべての軍が含まれている。 半島西海岸もダンパセントピーターズバーグ、クリアウォーター都市圏からネープルズマルコアイランド、都市圏までやはり帯状に連なり、ヘルナンド軍からコリアー軍まで、海岸の軍がすべて含まれている。半島北半分の内陸部にもいくつか都市圏があり、東海岸と西海岸の都市圏をつなぐようになっている。パンハンドル部にもいくつかの都市圏が点在している。 フロリダ州会議児童フロリダ州政府の基本的構造、任務、機能及び運営はフロリダ州憲法で規定されており、この憲法は州法の基礎となり、州民の様々な権利と自由を保障している。州政府は司法府、行政府及び立法府の三権分立制である。立法府が法案を採択し、州知事がこれに署名すれば州法となる。 フロリダ州議会は議員数40人の上院と議員数120人の下院からなる両院制を取っている。現在の知事は共和党のリック・スコットである。フロリダ州最高裁判所には長官1人と判事6人がいる。州内には67の軍があるが、デュバル軍がジャクソンビル市と一体になっているので、事実上は66軍である。 州内には411の都市があるが、このうち379市がフロリダ州採入部に定期的に報告を行い、これを行わない自治体も存在する。州政府の主要財源は消費税だが、都市と軍の主要財源は資産税である。レコンストラクション時代以降、白人特権階級の民主党員が解放奴隷やその同調者を標的にした。 時系団的な暴力行為を交えて解放奴隷たちの選挙投票を減らすことで1877年には州内の議会支配を取り戻した。1885年から1889年にかけて州議会は黒人や貧乏白人の投票を減らす法律を成立させた。この対象者はポピュリストと組んで白人民主党の権限を脅かすようになっていた。 彼らから投票権が剥奪されると、白人民主党は他の南部州と同様に一党支配に近い権限を築き上げた。1900年のアフリカ系アメリカ人の人口は、州人口の44%だった。これは南北戦争前の比率と同じだったが、事実上は選挙権がなかった。1877年から1948年の間の大統領選挙では、 唯一1928年を除いて民主党候補を選び続けた。人種差別、選挙権の剥奪及び農業の不振に反応した多くのアフリカ系、アメリカ人は1910年から1940年にかけて、さらには1940年代後半に起こった大移動で北部の都市に移住した。彼らは仕事、子供たちへのより良い教育機会。 選挙権及び社会への参加を求めて移住した。フロリダ州へは別の集団の流入という現象もあって、1960年でのアフリカ系、アメリカ人人口は18%にまで減少した。1952年以降、民主党登録者が多数であるにもかかわらず、1964年、1976年、1996年、 2008年を除いて大統領選挙では共和党候補を選んでいる。レコンストラクション後では初となる共和党のアメリカ合衆国会議員、ウィリアム・ジー・クレーマーが選出されたのは1954年だった。同様に共和党上院議員エドワード・ジェガーニーが選ばれたのは1968年であり、レコンストラクション後初の共和党知事。 クロード・アール・カーク・ジュニアが誕生した2年後だった。1998年の民主党は人種的少数派の比率が高く、また主に北部から移住してきた白人リベラル派が多い、地域を支配していると言われた。南フロリダ都市圏がこの典型例であり、特にこれら集団の集中度が高かった。このために南フロリダ都市圏は州内でも民主党の強い地域だった。 デートナ都市圏も南フロリダ都市圏より程度は劣るものの似たような状況にあり、オーランド市は民主党に肩入れすることの多い、ヒスパニック系住民が多かった。州内の他の地域、特に田園部や郊外部では、共和党が支配的なままである。フロリダ州中部を走り、デートナビーチ、オーランド、タンパ、セントピーターズバーグの各都市を結ぶ。 週刊高速道路4号線回廊の地域は成長速度が速く共和党と民主党の支持者数が喫光している。この地域は保守的な北部とリベラルな南部が融合するところと見られることが多く、州内最大の激戦地になっている。最近の大統領選挙ではフロリダ州有権者の40%を要する週刊高速道路4号線回廊地域を制した方が、 州の選挙結果を左右することが多かった。民主党は、州全体と67軍のうち40軍での登録有権者数で優位に立っている。これには、人口の上位3軍であるマイアミデイド軍、ブロワード軍及びパームビーチ軍を含んでいる。最近の選挙民主党は、有権者登録数で優位に立っているが、2008年時点で、 共和党が知事とその他州全体で選出する役職の大半を抑えている。衆議会両院の多数派であり、アメリカ合衆国会議員は25人のうちの15人が共和党員である。フロリダ州は1950年以降の大統領選挙で激戦州となっており、この期間でフロリダ州を制した候補者が全国で敗退したのは1992年の一度きりだった。 2000年大統領選挙は大接戦となった。共和党のジョージ・ W ・ブッシュが選挙人選挙でわずか5票差で民主党のアルゴアを破った。フロリダ州は選挙人票25票を持っており、フロリダ州の勝敗で大統領が決まったことになった。2008年では共和党と民主党の予備選挙で選ばれた大議員が8月の党大会で両党ともに、 全国ルールを侵害していたために、その票の半分を剥奪されることになった。2012年の時点で、フロリダ州は選挙人、票29票を持っている。州内の飲料水源は1972年以降5つの地域水源監督局を通じて、州政府によって監督されている。フロリダ州は1981年に自動車の車検制度を撤廃した。 フロリダ州は2009年時点で危険な州の5位にランクされている。この評価は2008年に侵された銃犯罪の記録に基づいている。フロリダ州はアメリカの中でも最も銃に対する規制が甘い州と言われる。危険な場所で市民が銃を携帯するのは当たり前となっており、発砲事件は日常茶飯事である。フロリダへの旅行を自粛するよう呼びかける。 人権活動家やフロリダ州での活動を拒否するアーティストもいる。フロリダは生命の危険を感じた場合、たとえ実際に攻撃をされていなくとも殺傷能力がある武器を先制使用することが認められている、正当防衛法が制定されている30州の一つでもある。フロリダ州は重要互体の勢力が強く、フロリダの州法は下記の販売、所有、 使用に関する条例の制定を禁止しており、州内の自治体が独自に銃規制を進めることを不可能にしている。このため、フロリダ州では水鉄砲の携帯が禁止されている一方で、実弾が発射できる銃の携帯は許されるという奇妙な状況が発生している。2009年時点で、州内には270万人のメディケード対象患者がいる。 州知事は2011年に増加が予測される30万人の患者に対して26億ドルの追加予算を提案している。メディケードでは2009年に生まれた新生児の60%に費用を払っている。メディケードでカバーできていない人を対象にした州独自の計画を持っている。2009年の州予算は665億ドルである。 州の憲法の規定で刑務所に服役した経験のある人物は選挙権を剥奪されている。2018年11月6日、中間選挙で行われた投票により、この規定を改正する案に60%以上が賛成した。ケネディ宇宙センターから打ち上げられるスペースシャトルコロンビア号。マイアミ港は世界最大のクルーズ船要港であり、 世界の大規模クルーズ船運航会社の多くが本社を構えている。マイアミのブリッケル金融地区はアメリカの国際的銀行が最も集積した地区である。南フロリダの気候はサトウキビの栽培に最適である。2007年のフロリダ州の州内総生産は7345億米ドルだった。その主要な産業はサービス業、金融業、 貿易、交通と公益事業、製造業及び建設業である。フロリダ州の平均個人年収は2009年時点で全米24位の37,780ベイドルだった。2004年まで最低賃金法を持たない数少ない州の一つだったが、この年に最低賃金を定め、毎年物価上昇に合わせて調整することを義務付ける。 州憲法修正条項を可決した。2010年時点でフロリダ州が弾いた最低賃金は連邦政府の7.25ドルより低いので連邦政府の値が優先されている。フロリダ州は個人に所得税を課さない九州の一つである。2008年時点で貧困線以下の州民は240万人いた。18歳以下人口の18.4%は 貧困線以下である。クレジットカードの滞納率で、フロリダ州は2番目に高い州であり、カード所有者の1.45%が1枚以上のカードに90日以上の滞納をしている。2010年に250万人以上の州民が食料配給権を受けており、2007年の120万人から増加した。この資格を得るためには、 連邦政府の貧困線に対して133%未満でなければならない。4人家族の場合、年収2万9千ドルとなる。1900年代初期、土地等企業者がフロリダ州に目をつけ、ヘンリー・プラントやヘンリー・フラグラーのような実業家が鉄道を引いたので、ここの気候や地元経済に引きつけられた多くの人々を呼び込むことになった。 その時から観光業が流盛し、大量の農地を圧倒するような開発のサイクルを加速させた。2004年のハリケーン被害に対する保障請求が保険業界に集中したために、顔カかカ保険金は40%から60%に上がり、控除面積金額も上昇した。2008年第3四半期末。 少なくとも60日間住宅ローン返済対応が7.8%となり全米でも最も高い州となった。不動産市場の崩壊となった2009年の全国住宅市場の統計にはフロリダ州に不釣り合いな数字が入っている。2000年代初期の住宅ブームの結果、2009年には州内に30万戸の空き家が生じた。 アメリカ合衆国国勢調査局は2009年にフロリダ州民が年収の49.1%を住宅関連のコストに飛翔しており、これは国内で3番目に高い率だと推計した。2009年第3四半期、滞納貸付は278,189件、担保権執行は83,327件となった。 2010年2月の既存家屋の転売件数は11,980件となり、2009年同月に比べて21%増加した。都市圏のうち、パナマシティリンヘイブ分、パナマシティビーチ都市圏と、パームベイメルボルン、タイトスビル都市圏の2つのみが転売件数を減少させた。既存家屋の転売価格は平均して13万1000ドルと、 なり、前年より7%下降した。2010年1月時点で、州内の失業率は11.9%である。2008年2月まで、ウィキペディアやウィキブックスなどのサイトを経営する財団の、ウィキメディア財団の本部は、フロリダ州セントピーターズバーグにあったが、現在はサンフランシスコに移転した。フロリダ州に本拠地のある企業には、以下のようなものがある。 フロリダ州の経済は観光業に強く依存している。温帯から熱帯への移行部にあたることによる温暖な気候と数百マイルにも及ぶビーチは世界中の観光客を引きつけ毎年6000万人以上が訪れる。また、ウォルトディズニーワールドリゾートは4つのテーマパークからなる巨大なリゾートレイクブエナビスタの20以上のホテル、ショッピングセンターなどを要する。 世界的に有名な観光地である。ウォルトディズニーワールドとともに、ユニバーサル、オーランドリゾートや、ブッシュガーデンズ、シーワールドのようなテーマパークが、フロリダ州中央部経済を牽引している。多くの海浜の街も特に陶器に人気のある観光地である。2000年では2320万人が、フロリダ州の海浜を訪れ、219億ドルを消費した。 一般大衆は公共信託法理の下で海浜に入る権利がある。しかしいくつかの地域では個人所有者によって長距離にわたり入り浜が制限されている。ボーンバレー地域内に集中する林産塩最高は州内第3位の産業である。フロリダ州は全米の農業に必要とされる林産塩の75%、 世界で見ても25%を製造しており、その95%が農業用、5%がその他生産用途に使われている。1962年にケープカナベラルに NASA のメリット島打ち上げ場ができて以来、フロリダ州ではかなりの航空宇宙関連作業が育ってきた。フロリダ州のもう一つの経済推進力はアメリカ軍である。現在は 州内に24の基地があり、タンパの米中央軍と特殊作戦軍、ドラルの南方軍と3つの統合戦闘集団がある。現在10万9390人の軍人が州内に駐屯しており、直接間接に州経済に年520億ドルの効果を与えている。フロリダ州の2番目の産業は農業である。オレンジをはじめとする柑橘類化実が、 農業の中心であり、2006年時点で全米の柑橘類の67%、オレンジの74%、タンジェリンの58%、グレープフルーツの54%を生産している。フロリダ州で生産される商業用オレンジの約95%は加工用であり、州の飲料にもなっている。柑橘類のつるがれ病は大きな問題であり続けている。 その他の農産物としては、砂糖、キビ、イチゴ、トマト、およびセロリがある。エバーグレーズ農業地域が農業の中心地である。農業に起因する環境汚染、特に水質汚染が今日の大きな問題になっている。2009年時点で漁業の生産口は60億ドルであり、スポーツフィッシングと商業漁業を合わせて6万人を雇用している。 多くの家屋や商業ビルは国内のどこにでもあるものと類似しているが、スペイン復古様式、フロリダ固有様式及び地中海復古様式など特徴ある建築様式が州内のいくつかの部分で見ることができる。フロリダ州立大学の同区、キャンベルスタジアムコーラルゲーブルズのマイアミ大学フロリダ州の小学校から高等学校までは、 フロリダ州の教育局が管理を行っている。州立大学フロリダ州立大学は1905年に設立された大学システムであり、現在はフロリダ州知事理事会が管轄している。2008年の学校年では30万1750人の学生がこれらシステムの教育機関で学んでいる。主な私立大学フロリダ州には大小を取り混ぜて多くの私立大学がある。 フロリダ独立カレッジ大学連合は州内の私立大学の利益に貢献している。2006年の秋時点でこの連合内教育機関で12万1000人の学生が学んでいる。さらに連合に属さないカレッジや大学が20校あるが州内では十分に資格のある大学である。フロリダカレッジシステムその他フロリダ州には28のコミュニティカレッジがある。 フロリダ州のプロスポーツチームフロリダ州には北米4大プロスポーツリーグのチームがそれぞれ複数個存在する。また、デートナカブスやフロリダフレームのような株組織のチームも数多く存在する。それ以外にもナスカー開幕戦の会場となるデートナインターナショナルスピードウェイと最終戦の会場であるホームステッドマイアミスピードウェイという2つの人気トラックが存在する。 春季キャンプフロリダ州は温帯から熱帯の移行部にあるため気候が温暖でメジャーリーグ野球チームの春季キャンプ地としてとても人気のある場所となっている。高規格道路フロリダ州の主要道路と都市の地図、フロリダ州の週刊高速道路、州道及びアメリカ国道は州交通局によって管理されている。フロリダ州の週刊高速道路システムには 全長2 3 7 1トルの高規格道路があり、他に修道及びアメリカ国道など全長1万5 9 8 7トルの高規格道路がある。マイアミのパルメットエクスプレスウェイ、フロリダ州で最も交通量の多い道路。1956年連邦補助高速道路法の元で道路が建設される以前に、 フロリダ州は長距離の州10段有料道路、フロリダズタンパイクの建設を始めた。ホートピアースから南にゴールデングレーズ、インターチェンジまでの第一工事区域は1957年に完成した。北のオーランドからワイルドウッドまで及び南進のマイアミからホームステッドの第二工事区域は1974年に完工した。修道は特別の監修で番号付けが行われている。 上一桁の数字はいくつかの例外があるものの、州内のどの地域に道路があるかを示しており、北部と東部の1から南部と西部の9まである。主要な南北の道路は一桁あるいは二桁の奇数番号が付けられ、東から西に番号が増える。主要東西方向道路は一桁あるいは二桁の偶数番号が付けられ、北から南に番号が増える。 二次的な道路は3桁の番号が付けられている。その最初の1桁はすぐ北にある2桁道路の最初の数字と同じである。3桁道路の数字はやはり北から南に偶数で、東から西に奇数で増加する。この慣習に従い、マイアミビーチの修道907号線、すなわちアルトン道路は修道997号線すなわちクロムアベニューの さらに東にある。クロムアベニューはマイアミレード群の最西端南北道路である。一つの例外は、修道826号線、すなわちパルメットエクスプレスウェイであり、偶数番号ではあるが、南北に走っている。修道は、その重要さと場所に応じて一桁から四桁の番号が付けられている。群道路も同じ仕組みで番号付けられることが多い。マイアミ国際空港は、 世界で10市に入る貨物取扱い量を誇る。都市間鉄道フロリダ州にはアムトラックの線が入っている。オーランド都市圏のサンフォードがアムトラックオートトレインの終着駅であり、この線はワシントン DC の南バージニア州ロートンまで行っている。オーランドはサンセットリミテッドの東側終着点でもあり、南部のニューオーリンズ、ヒューストン、サンアントニオを抜けて、 ロサンゼルスに向かう。他にアムトラックのシルバースターとシルバーメティオという2本の列車も走っており、ニューヨーク市とマイアミを結んでいる。タンパ、レイクランドとオーランドの間で高速鉄道を建設する計画が始まっている。これはフロリダ州高速鉄道の第1段階である。 土木工事は2010年7月に始まった。建設は2011年開始、第1段階の完成は2014年を予定されていたが、2月17日、リック・スコット知事は、連邦政府からの補助金27億ドルの受け取りを拒否し、事実上高速鉄道導入を拒否した。2012年、貨物鉄道を運営するフロリダインストコスト鉄道は、 オーランド国際空港とマイアミの間で旅客鉄道輸送を行うと発表した名称はブライトラインである計画では自社の線路及び新線建設によってマイアミとオーランド国際空港間を約3時間で結ぶ予定である2018年1月13日ウェストパームビーチとフォートローダーデール間で営業運行開始2020年までにマイアミから オーランド国際空港まで延伸する計画である。州内の空港か機主要空港の後の数字は2006年年間乗降客数である。ありがとうございます。